から、リール、これ糸が4号です。こういうぶっ込み釣りするときは基本的に3号から4号ぐらいの糸を使います。これで竿のガイドに全部糸を通します。でこれで、このテープを当てます。そしてこの上のところ、ここに道糸をつけるだけって書いていますんで、これがここが一番端っこがスナップサルカンの場合はここを、輪っかにすると使いやすいです。真ん中のところでこのように折り返してこのように2つにします。そして、ここをひっくり返してここを1回転くるっと回します。でこれに通すと8の字、これが8の字になっていますので、この8の字の輪っか結び、こうするとこれが強いやり方になりますので、ここに仕掛けを結ぶようにします。